ノイズとは処理対象となる情報以外の不要な情報のことである。歴史的理由から雑音に代表されるため、しばしば工学分野の文章などでは、音以外に関しても雑音と訳したり表現したりして、音以外の信号等におけるノイズの意味で扱っていることがある。映像に関連する文脈では雑像とも呼ばれる。西洋音楽では騒音と訳し、騒音や、 雑音と区別している。情報の形態、分野によりノイズの具体的な例は様々である。ノイズのスペクトルは様々だが、そのうち、周波数とパワースペクトル密度とが、両体数線形関係にあるいくつかの種類のノイズには、カラースペクトルからのアナロジーで、いくつかの分類する名前がある。信号の量を雑音の量で割った比を SN 比と呼ぶ。それぞれの量は、 分散で定義される。SN 比が高ければ、データ伝送に対するノイズの影響は小さい。低ければ、ノイズの影響が大きく、通信効率が悪くなる。物理量を測定する機器の雑音は、測定値の小さな変動の原因となる。連続測定では、ラインの変動として現れる。信号を増幅しても雑音も増幅されるので、信号が雑音に比して、 十分大きくない場合には、信号が分かりにくくなり、測定機器の感度を制約する要因になる。測定値との関係から次の3種類に分類できる。測定値と無関係なもの測定値の平方根に、比例するもの測定値に比例するもの独立した雑音が複数重なった場合はそれぞれを RMS ノイズで表した値の事情の和の平方根で与えられる。 雑音は不規則な変動であるが、コンピューターによるフーリエ解析を経て、その中に含まれる波動の周波数とエネルギーとの関係をプロットすることが可能で、この関係をパワースペクトルと呼び、その雑音の特性を表す。すべての波が同じエネルギーで重なっている雑音をホワイトノイズと呼ぶが、実際の雑音は低周波の成分の方がエネルギーが大きい傾向があり、 ピンクノイズ、マルコフ過程等の低周波部分のエネルギーが大きい、モデルをホワイトノイズに重ねて、雑音を近似的に表すことが行われている。こうした雑音の特性は、機器の設計や使用上の注意、雑音の軽減法等を考察する際に有用である。雑音の解析から測定の標準偏差を予測する、ソフトウェアも存在する。最近は、 ノイズキャンセリングヘッドホンが商品化され、外部のノイズを遮断することができる。一般的な仕組みは、ヘッドホンに内蔵されているマイクから、外部の音を拾い、逆位相の音を出して、打ち消すようになっている。低域周波数成分の除去に高い効果があり、工事現場や踏切などの近くでは特に有用とされている。同様の原理を用いたものに、消音スピーカーがあり、 室内の静粛性が重視される高級乗用車に採用事例がある。メタリックケーブルを用いたアナログ電装系における雑音は一般に電装系内部で発生する雑音と外部から侵入する雑音に分けられ、さらに電装系内部で発生する雑音は信号を伝送していない場合でも存在する基本雑音と信号伝送に伴って発生する。 純道は雑音とに分けることができる。基本雑音は通話の有無と無関係であることから信号レベルの低いところで問題となり、一般に大きな妨害になるものは増幅器で発生する雑音であり、その主な成分の一つは周波数に対して一様に分布している熱雑音である。一方、 伝送系の入力系の入力側に加えられた信号波形と出力側に現れる信号波形が異なる現象は歪みと言われる。このうち、位相歪みは伝送系の位相量が周波数に対して比例関係にないため、すなわち軍伝播時間が周波数により異なるため生ずる歪みであり、伝送品質に影響を及ぼす。また、非直線歪みは、 伝送系の入力と出力が、比例関係にないために生ずる歪みである。伝送路中の増幅機などの非直線歪みによる、高調波及び根変調波の発生は、雑音の原因となる。https://doi.org/.10:3169/.itej1954.11:349。深田博美著 インターパーソナルコミュニケーションピアニッシモ、も22から 23JD イングル &SR クラウジ、スペクトロケミケルアナリシスプレンティスホール1988ありがとうございます。